extra name. チョイスインデックス。イエーイ。はい、というわけで今回も始まりました第2回目のチョイスインデックスですけれども、こちらの企画は私 C 社と、キコーナグループのエリアマネージャー富田マネージャー、はい、トミーさんとそして平山さん、はい、3人でお送りしている企画となっております。で、前回ご覧いただいた方はご存知かと思うんですが、こちらの企画は、私 C 社と平山さんとの基本的なバトルとなっております。で、そこにトミーさんがどっちかに邪魔で入るか仲間で入るかという企画になってまして、で、前編後編の2部構成となってて、前編配信後に、視聴者の皆様にどっちが勝つかを予想していただいて、当たった方の中から抽選で、5000円分の Amazon ギフトカードをプレゼントしますと、まあ、こういう企画になっております。詳しくは概要欄にも書いてありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回第2回目になるんですが、はい、まあ、前回はパチンコ勝負で、僕の圧勝と、はい、まあ、悔しい結果に終わったんですけれども、ね、はい、せっかく前回パチンコ打ったんで、今回どうですか、スロット勝負でもしてみませんか。よし、スロット、私スロットのが得意なんです。スロットのが得意、出すのは得意。なんか前回ちょっとお話ししてる中で、はい、結構プライベートではスロットも打たれてるみたいですね、はい、言われてたので、ちょっとね、スロットはどんな勝負になるのか。で、スロットの場合は2対1になったら相当きついと思うんですよ。そうですね、パチンコは結構運の要素が強いじゃないですか、うんうん、スロットはね、もう出玉だったらもちろん2人の方が強いんで、そうですよね、なんか言いたそうな前だからお伝えしたように、はい、やっぱり平山さん力になれるにはっていうのは、はい、どんなもんかなっていうのもあって、はい、まあまあこの前は一緒にタッグとしてやったけど、はい、今回は逆にちょっと邪魔する役割として、イエーイ、邪魔してもあくまでも平山さんのサポートに徹するということですね。っていうことですよ、まあ、勝ててないですもんね。そう、勝ちたい、ね、でも邪魔はかなり不利だと思いますよ、ね、だって邪魔は出た分引く出た分ですよね。そういうことですよね。マイナスになっちゃう可能性ありますよね、うん、ただスロットの場合はこれ天休日のお店やってるんで設定を決めれるんですよ。やったー。設定だから自分の好きな台の好きな設定を打つことができます。なるほど。こういうルールでございます。ただ邪魔のトミーさんに関してはトミーさんの設定僕が決めます。なるほど。これね、僕ね、そういうことになった時の戦略が実はあって、はい、結構6号機って高設定は当てやすいけど出にくいとか、低設定の方が当たった時の一撃には期待持てるとかあるじゃないですか、ね、だからあえてそういう機種の高設定を打ってもらって自分は低設定で勝負するとか、なんかそういったのも、この辺は、いろいろ手腕が試されそうな、そうなんですよ ね、 2400枚出す気満々ですよ。2400枚出す気満々ですよ。ちょっとね、邪魔の邪魔をしていきたいと思います、なるほど。そういうことだね。じゃあ今回スロット勝負で、僕の方にトミーさんがついて邪魔をすると。なるほど。で、はい、まあ、平山さんは好きな機種の好きな設定をもう楽しんでください。嬉しい。で、結構ね、あのバラエティ豊富な機種構成となってますので、はい、まあ、この後機種を選んでいただいて実践をスタートしていきたいと思います、うん。それでは今回もお二人ともよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは2回戦はスロット勝負ということで、ちょっとそれぞれね、はい、機種をまず選んでいきたいと思います。はい。なんか目当ての機種とかありますか、平山さん。あ、私ですか、はい、私はやっぱあの好きなアレックスを打ちたいなと思ってるんですけど。確かに好きな設定打てるってなったらめちゃくちゃいいですよね。ノーマルの6はなかなか打つ機会ないんで。硬いな。いや、こっちはね、お荷物があるんですよ。そうですよね、お荷物一人ね、ちょっと邪魔しに来るんで僕がどれを打つかっていうよりもこの人に何を打たせようかっていう。アレックスありましたね。 あ、しかも1台、僕の大好きなアレックス。じゃあ早速、じゃあ私アレックス打ちます。もう設定も一応打ち替えてもらいましょうか、目の前でね、せっかくなんで。あ、確かに嘘つかれた、嘘つかれたらね、嫌だから。扉が開いています。あ、6だ。なかなかないですよね。ないですよね。なかなかない。やった、6だ。スタンバイしていただいて、ちょっとじゃあ僕ら、あっちがノーマルで勝負するなら出玉勝負なんで、サマイじゃなくて出玉なんで、もうこれで2400枚狙っちゃった方がいいんじゃないか。で、トミーさん
もう隣で打たなきゃいけないじゃないですか。トミーさん設定6を打たせればそんな出ないじゃないですか、枚数は、一撃は。だからトミーさんに6でチビチビ小さい枚数取ってもらいながら、僕はひたすら2400枚を目指していくと。じゃあこれを設定6にしていただいて、トミーさんに打ってもらいましょう。じゃあトミーさん6でいいですか。僕は何を打とうかな。これ5とかの方がなんか一撃、まあ大都議権の機会なんで、なんか5が一番波乱を呼びそうな気もしますけどね。じゃあ僕設定5にします。じゃあ行きますよ。はい、よーいスタート。頑張ります。アレックス、まあ、私より詳しい方はほとんどだと思うんですけど、基本的には左側の上段中段ぐらいに赤7を狙いまして、止まった目に応じて目押しするっていう感じです。これが早いすぎるとチェリー取りこぼすんで、そんだけ気をつけるのと、中段に7が止まった時は子役濃厚なので、上段に羽がテンパった時に必ず鳥を狙って三枚役を取るっていうところぐらいですね、気をつけるのは。なんか私パチスロ本当動画で打つことってあんまないんで、自分でこういざ打つってなると何説明していいか分かんない。で今は予告音ありの、消灯なしなんで、消灯なしであと羽が止まった時は必ず羽なんで、もうここら辺適当に中と右は適当で、で消灯ありで羽がテンパった時だけ三枚役なんで、その時は右に鳥を狙うっていう感じです。見ていただいたと思いますけど、トミーさんが設定6を打ってます。で僕が設定5を打ってます。トミーさんにはなるべく小さい当たりを少なく引いてほしいというところで、ゆっくり回してくださいね。邪魔せんでくださいね。あんまりそんないいとこ見せようとしなくて大丈夫なんで、今回どんだけね回転数稼ぐかですから。いや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 違います違います。どれだけ通常時を長く消化してもらえるかです。あと結構この6の挙動っていうのはまあまあ見てきたじゃないですか、リベロで。でも設定5の挙動って全然想像つかないじゃないですか。 どんな動きになるかね、そのあたりもちょっと楽しみだなと思いますね。ノーマル、ああノーマルね、6でも朝一はね600とか700までハマることはあるんで、それに期待してます。そうですね、はい。ただ僕朝一設定6を確信して、まあ、コンビニで666円が出て朝一600ハマって、白芸攻略戦で負けて、その次500ハマって白芸攻略戦で負けてっていうのを食らってるんで、あるんやな。いきなり早い当たりが繰り返されるとは思えないんですよね。6の悪いところが出るかどうかってことですね。そうです。もうトミーさんそこで延長入ってる時点で、はい、多分250以内に白芸攻略戦来るんですよ。で設定6なんで、もうそれ突破しちゃって、はい、そのまま有利区間引き継いでまた鬼天国みたいな、その流れになるとこっちとしては非常に厄介なんですよ ね、はあ、やめてくださいねそういうのは。なんかそういう気配を感じますけど、もうどっかあれなんだ的なのやめてくださいね。もういやもうこれだって250で当たったら設定知らずに営業中に打っててもあれこれ6かもよってなりますよ。もうすでにそれだけやっぱ6分かりやすいですよ ね。いや今回は結構厳しい勝負になるかもな。まあ視聴者の皆様今回は当ててくださいねっていう感じになるかもしれないです。前半戦でまあ、ただ前回のパチンコ対決もなかなか、まあもちろんね大差は結果的についたものの、はい、面白い試合というかいい展開になったのかなっていうのは、やっぱあの手の機種になると残り1時間まで分かんないからですね。本当にそうですね。一向に当たらん。もう140ゲーム。あ、これです。これがブドウはボーナスで、ブドウが2個あって7の上についてるやつとどこにも属してないやつあって、どっち狙おうかなって思うんですよいつも。
こっちを狙うとテンパったんでクワブドウの可能性がかなり高いと。で7つきの方だと7がテンパんなかったら結構もう絶望なんで、こうどっちが好みでテンパった時そのまま7が揃うことあるんでテンパったら狙うみたいな感じなんですけど、私は結構そのまだこっちまで楽しみたいって思うので、こ7つきを狙ったり狙わなかったりします。あ、これは当たりましたね。消灯、予告あり消灯なしで羽じゃない。はい、当たりました。ビッグボーナス267ゲームです。ミスりました。これ1回だけビッグの時はチェリー付きの鳥を押せばいいんで、335枚。いやー、なんか自分の台よりトミーさんの台でドキドキしてしまうっていうのは変な感じだな。確かに200ゲーム、こっち200ゲームになりましたんで、ここで最初の全長ステージ移行まであるかな。楽しみです。金ショコ来ましたね。まあ言ってもこっちも設定5なんでね、どういう動きをするか未知数ですけど、いいグラフを描いていくんじゃないかというところは期待してます。うん、発展も連続演出からなんで、あ、全長ステージも連続演出からなんでいいと思います。これね、ペテルギウスかレムのステージだったらほぼ当たるんじゃないかな。おお、そっち。あ、なるほど、珍しい。これ珍しいパターンで、ミエバルテが出て連続演出発展した時はほとんど全長ステージなんですよ。ここでミエバルテ残ったままステージ戻ってるってことはかなり熱いと思います。いや、違和感ありますよねこの絵ね。ミエバルテは残ったまま通常ステージに戻るっていう、金ショコから戻ってるって初めて見たかもしれない。まあ、トミーさんもうそれもうほぼほぼ、あ、もう本前兆。はい、おお、いきなり、あらす。いやー、やっぱ違うですね。いやー、6って本当にいいもんですね。なんかムカつく。昔映画が始まる前に聞いたセリフですわ。金曜ロードショー。ただ出すのは難しいですからね、当てても。多分おねだりアタックほぼ5ゲームだと思いますよ。死に戻り、まあまあそこは想定内ですよ。はい、おお、さすが。大丈夫ですか？51%？ まあ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 、これがあるんで。いや、これじゃない、これですよ。さあ、こちらも白鯨攻略戦でございます。強チェ、よし、強チェ、あ、弱い、ない、弱チェ、よし。いや、もうなんかずるいずるい、それやっぱずるいわ。よし、いや、もう勝つやつですね、はい、本当に。よし、おお、楽しい。
こんだけ白芸弱かった。そりゃそうですよ、ね、だってもう決まってんですもん。すごい嬉しい。うわー、うわー、うわー、すぐに行きますわそっちに。63%。よし、ちょっとこっちの波形攻略戦するんで待っといてもらってもいいですか。すいません、ちょっと待っといてもらっていいですか。ちょっと待っといてもらっていいですか。わかりましたよ、わかりました。こっちは突破できるかどうか分かりません。おー、いやー簡単じゃないよな。うわー、ちょっと、これ厳しくないですか。おー、あーれかー、どうかな。おー、いけるのか。あ、悪くない。あ、いけそうだな。ねえ、なんかね。リカード。よし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 。ある、あるわ。AT に入ったらこっちの方が多分伸ばせるとは思います。なるほど。苦し。あれ、そこは弱いんだ。弱いな。お、お、復活。すごい。じゃない。復活じゃなかった。設定したでした。すいません。あ、もう出たってことですね。でも終わりです。ただユリカナプ消えてないんで、まあここからまた早い当たりには期待が持てるかな。あ、さ、早打たなかった。40ゲーム、40ゲーム、40ゲーム、40ゲーム。いらない、いらない、いらない、そういうのいらない、そういうのいらないです、そういうのいらないです。よしよしよし。あぶねえ。はいはいはい、上手上手上手よ。やばい、めっちゃ上手、めちゃくちゃうまい。最低ゲーム。すげえすげえ。いらない、いらない、いらない。あー、めちゃくちゃ上手。うわー、下手くそ。あー、最低ゲーム。あー、弱い。さすが、さすが6。もうそうですね。それでも僕が当ててないんで、トミーさんが出した分僕マイナスになるんですよね。そうですね。それがちょっと厄介だな。っていうか思ったんですけど、ちょっとこれ構図が前回と一緒じゃないですか。なんか邪魔するって言ってますけど、結果平山さんと富士さんの出玉の合計対僕の出玉ってことでしょ。そうそう、そういうことです。そういうことでしょ。一緒やん。そしたら別に邪魔でも何でもなくて。確かに。ただ僕が富士さんの設定と機種を選べるっていうところはちょっと前回よりも戦いやすいかなっていうところですかね。まあやっぱこれはスロットやったら確実に不利ですね。いや、そうですね。設定も決めれるし、ノーマルの6とか選ばれたらもう一波乱起こすしかなくなっちゃうんで、こっちはいい感じですね。トミーさん、いい感じですね。まあ終わりそうじゃないですか。終わりそうですね。もうさあ、ちょっと枚数だけ控えさせていただきますので、343枚ですね。343枚。ちなみに有力艦ランプ引き継いでますよね。そうですね、さっきのやつ引き継いでますね。引き継いでましたもんね。だからまた250手前で多分当たりますと。おほほ、500?
おお、いらないでしょどうせ当たるから。まあそうですね、あんま関係ないですね。ムカつくわなんかちょっと、いや失敗したかもなこれ。やりましたよこれは。これは簡単だ。楽しいですねやっぱログね。でしょうね。気持ちいいですね。なんかもうその時点である程度高設定だろうなっていう感じはするんで。ですね。本当にプライベートだったら今日この後の予定どうしようって考えないといけないですよね。確かに彼女とデート、あー体調悪いごめんみたいな感じですよね。あーさあこっちの方取りますよ ねごめん今日急にちょっとって言って。いやほんまどうします。実はそれ、いや僕は捨てますよ。いやそんな予定を断ってまでパツロ、いやいやいや僕はもともと入ってた予定を全うしますよ。当たり前じゃないですか。いくらそれが設定6だったとしてもそんなことはできないです。え、僕はやっぱそんな女は嫌です、嫌ですけどね。あんた何ログ捨ててきとんねんエマイラブはそっちやろみたいな、行ってこいみたいなのがいいですね。あ、なるほど言えばいいやんってそうそうそう、そういう人もいるでしょうね。ね、そうですね、はい、何お前のこのことここ来とんねんみたいな。デートしても一銭にもならんって言ってねそうそう使うだけやろがいでもそういう、もしそういう彼女だったとしたら負けた時めちゃくちゃ怒られそうじゃないですか。めっちゃ怒られそうっす。あんた何負けてんのってどういう立ち回りしたとかでそこまで言われそうですもんね怖いですね。来た。あー、あ、多分多分大丈夫なはず。あ、これ嬉しいんですよね、この滑った時。で、トリビックです。やりました。219ゲーム、全部当たり重いけど。平山さんも先にビッグ引きましたね。多分2回目かな。え、マジですか、はい、ちょっと見てきてもらっていいですか。ちょっと、いやいや、ちょっと見てきてもらっていいですか。いやいや、お願いします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 。なんか、なんかな、あ、ビッグ2回ですね。ビッグ2回のバー0回ですね。ビッグ2のレギュラー0ですか、その隣の台って今何回当たってました。いや、なんで隣の台、隣いないやん、もう見てないですか。興味ないです。あれ、はい、興味ない、はい、うわ、弱っ。ちょっと失敗したかな。トミーさん、それ250以内の当たりないっす。それ多分ハマります。ハマりますね。ハマります。よし、助かった。やばいな。あー、来た来た来た。全然当たんないです。あら、いやー、もう狙い通りで1回当てて343枚。え、へぼくないですか。それ6なんで。6でもへぼくない。300、はい、そうなんですよ。しかも6なのにもう250超えてくるっていう。え、なんで。すいません、だから狙い通りですよ。大丈夫です。本当ですね。今ビッグ何回ですか。2回。2回、ね、へぼくない。全然当たんないんですよ。いや、人のこと言えないやん。ダメだな。違う台移動しようか。あ、そうなんですか。あ、いい、移動はいいと思う。移動した方がいいと思う。ちょっとあまりにも当たんないんで、ちょっともうちょっと当たりやすいやつに移動します。でも、340何枚とビッグ2回とレギュラーも1回でしょ。レギュラー引いてないです。ビッグ2回だけ。1回しか引いてない。え、じゃあ1000枚も出てないんですね、お二人で。へぼへぼ弱へぼ弱っ。また負けますよ。また負けますよ。いや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 、やばい。ちょっともう時間がでもあんまないから、スーミラウト、スーミラの6にします。